が斜めになったら後ろに行ったりました。いいよいいよいいよ、これは高い。愛媛に来て、はい、嬉しかったね。良かったなと思って。知りたいですけど、嬉しかったこと。美味しいご飯屋さんが多い。店がたくさんあるんで、店がたくさんあるんでってわけじゃないですけど、なんか愛媛市を応援してくださってるところとかはあるんで、そこ行ったりとかはしてます。普段外食が多いですか？そうですね、ちょっと自炊もたまーにするんですけど、まあ、外食の方が多いですね、今は。得意料理は？得意料理、得意料理、いやでも何でも作れちゃうんですよ、あレシピ見れば。作ってうまかったのはサバの味噌煮とかです。ガパオライスとか俺好きなんで、たまに自分で作るんですよ。鶏ひき肉買って、パプリカとピーマンとか玉ねぎとか刻んで、細かく刻んで、それで目玉焼きにのっけてとか。めっちゃうまそうです。めっちゃうまいっす、マジで。やばいっすよ、本当に。ちょっとプロフィールを見て、スペイン語を勉強中ということで、はい、ちょっと見たんですけど、はい、簡単に自己紹介か、オラからですね。オラ、メジャーモタクマ、ソイハポネス、ソイフットボリスタ、ビボエン、ビボエン松山天狗ペインテアニオス、あと何ですかね、あと何ですかね、いやあんま自己紹介あんまな。でもスペイン語は何で学びたいと思ったんですか？またちょっと英語はもちろん結構世界共通というかあれですけど、まあ、スペイン語も結構話してる人の数っていうのは多いんで、まあ、それもあって、まあ、あとはスペインという国、まあ、にも興味があるんで、まあ、そういうのもあったりとかで、ちょっとまあスペイン語はちょっと比較的、まあ、ローマ字読みなんで簡単っていうのを調べてみたんで、まあ、ちょっとやってみようかなと思ってちょっと始めたら、まあ、結構テキスト買ってやったりとかが増えてきて、テキストはい、はい、自分で買ってとか、あとはまあ ECC 外語学院さんにお世話になったりとかして、レッスン受けたりとかして、まあ結構真面目にというか結構ガチでやってます。学生時代から言語の勉強は苦手ではなかったですか？いや苦手です、はい、まあでもやっていくうちに楽しくなって、まあ、単語とか結構覚えるのも、結構まあ記憶力はいい方なんで、まあ、そういうのをやってすごい楽しくやれてるんですけど、ちょっと最近は2ブレンとかあってサボりがちなんですけどまあでもこれからもっと話せるようにやっていきたいなとは思ってます。まあスペイン語話せたらスペインだけじゃなくて南米圏内、そうですね、ほとんどのブラジル以外はスペイン語、はい、話してる人が多いね。いろんなとこ行けるっていうのがいいですね。ありがとうございます。